やっぱあの山下達郎も言ってましたね、本当に色気のある声だって言ってて、艶っぽいっていうかね、エフェクトでももう少し抑えてもいいような気がしますね。この人素の声で全然いけると思うんだよね。それよりもなんかもう そのままの 生感でやった方が相当面白くなりそうな気がしたんですよ。そここまであの なんていうの声をこうこもらせる必要なかったよね。多分その徳永英明さんの声も絶対あると思うんですけど、まあ、ただこれバックがさ、例えば屋敷豪太さんとか、あとギターで名越幸雄さん、我々あれ我々もちょっと一応ちょっとは関係のある、昔コーパスグラインダーズとあったり、それこそチャラさんのバックとかあったりとか、最近ではなんと長渕剛さんのバック、バックやってるよね、もう名ギタリストがいるんですよ。その名越幸雄さんとかやったりして、やっぱ名だたるアーティストがバックをやってるっていうのがあるんですけど、本当にあの良質のカバーアルバムだと思うんだけど、やっぱその選曲がやっぱちょっとあの J-POP 向きのね、感じの曲なんだけど、なんか彼の歌い方だと、例えばその僕はあの KinKiKids の中で愛されるよりも愛したいっていう、曲最近すげえ好きなんですよ、DJ でもすげえかけるんですけど、やっぱあのちょっとこのあの黒っぽいディスコっぽい曲歌わせた時がめちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいですね。彼ソロの時もなんかちょっとプリンスとかジミエみたいな、ジミエみたいな、ちょっと黒人のファンクっぽいもののソウルのなんかね、あの辺の頃のですよね。多分あれストリートスライダーズの土屋さんの影響も多分あると思うんですけど、なるほどね。ちょっと思いっきりその黒いのとかやってみたら、プリンプリンのやつね、面白い。カバーなんか特に、あの面白いんじゃないかなと思いましたね。ただなんかチャギアンドアスカのなんかとそういった、まあ、これかかってるのは今和田アキ子さんの古い日記ですけど、これもかっこいいけどな、俺すごいですよね。やっぱこれにこれあのギターちなみに土屋剛平さん、ストリートスライダーです、私の世代では。だからやっぱその埋もれてる日本のなんか隠れた名曲とかをカバーするとか、なんかそういうのなんかこの人には何かをやってほしくなる、そういう魔法がやっぱありますね。なるほどな。歌詞として本当に秀逸なシンガーだと思いますけどね、カバというカバのね、頭かぶり物してますけど、カバというアルバムでございます、5月8日リリースでございます、はい、チャギ&アスカ、ちなみに僕の好きなプライドとかですね、始まりはいつも雨とか、いつも雨、これも名曲です、すごいですよ。いろいろやっております。こちらの方も皆さんぜひともチェックしてみてくださいませ、ということで普通音いきましょう。ラジオネームハルチョ、おさん、おたいさん、こんばんは。先日ツタヤで借りてきた大野さんのライブ DVD キングオブライブを視聴しました。大さんのトイレ襲撃から始まり、ハッピーノートで終わる、とても楽しい内容でした。我が家の家族みんな大爆笑していました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに私の妻は大内さんの小西と、おばあちゃんのコントのアンパンマンとキン肉マンが面白い。ああ、そうですね、はいはいはい、またライブの衣装に中日の野球服を着ていました。中日ファンなんでしょうかっていう、当時ですね、大の中日落合博満、そうだね、今も落合博満ファンなんですよね、はいはいはい、なんで落合さんがいなくなってからあんまり応援しなくなったんですけど、まあ、名古屋でラジオやってたんですよ俺。そうだね、昔それで、まあ、あの当時にわか阪神ファンっていうのが日本人にすごく多くて、星野さんが監督になって、でじゃあにわか名古屋でやってるから、にわか中日ファンならいないだろうっていうことで、なるって言って4日後にね、落合さんが監督になって、面白そうだなと思った、そのまま優勝しちゃって、その年すごいね、ライブ行ってた、ライブっていうかの試合ね、見に行ってた、俺名古屋ドーム行ってたしね、俺たち選手ともちょっと繋がったりね、メールくれたりとか、今田君がねラジオ聞いてくれたりして、あとはそのキャンプにも行って、キャンプで僕は沖縄の少年野球チームのみんなと一緒に並んでね、サインもらって、中日の荒木っていうちょっと抜けてんだけどスーパープレーする、天然の選手がいるんですけど、彼は素晴らしいんですけど、あの荒木君からです、荒木君僕も見なかったですね、もうちらっと体がでかいなと思ったんでね、小学生の列に俺がいるから、君あのガタイいいから将来野球選手になりだよって言われて、お前より年上だよって言いましたけど、ね、心の中でお前より年上だよって言ってはいって言いましたけど僕素直にいい人だっすよ、本当に、中日ねちょっと今調子悪いですけど頑張ってほしいですね。いろいろ来てますね。剣道二宮、これは大内さん一言あるんですが、大分ですよ、しかも。お、何、布袋寅泰さんのカモンエビバーディ、ギターイントロから始まるデジロックの最高峰、大好きですね。はい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 、分かる、まあ、でもこれ当時俺たちはやっぱエディ・コクランのバージョン知ってっから、そう賛否両論だったんだよ、あまりにも違いすぎるからさ、いや、って思ったんだよね、布袋さん先行きすぎだよっていうね、そう俺らもっと布袋さんがそこデジロックに行かなくてもよかったんじゃねえかっていう気分、派だったから、まあ、あのギタリズム1枚目はね、やっぱ布袋さんも完全に世界を狙っ て、ね、そう全部英語だったんですよ、ただやっ
っぱ僕はやっぱその当時から思ってほしいけど、やっぱ歌を歌う立場よりは、うん、ギター専念の方がいいんじゃないかなと思ったら、ね、結果世界に行ったのは、はい、結局インストでしたからね。そうだよね、あの仁義なき戦いの曲、そうそう、あれをタランティーノが使ってですから、うん、やっぱだから僕はそれでだから幅広い意味でのギタリストっていうのが、うん、やっぱ布袋さんには向いてるんじゃないかなとか思いました。シンガーじゃないんだよな。 Come on everybody、 でもあの時はねビッグもうたまがったもんねはあってなりました。そうそう、エディ・コクラのバージョンがやっぱちょっとなんかもっとカントリーっぽいっていうかさ、うんうんうん、ロックンロールの元祖みたいな感じだからさそう俺ら知ってたんだよねそっちをね、うん、それもどうなんだと思うけどね。ラジオネームジャーニー、大好きなカバー曲は銀杏ボーイズが南沙織さんをカバーした17歳です、はあ、まるで南沙織さんのポップで明るいイメージと対極にあるような叶うことのない夢や届かない希望への魂の叫びのような曲、銀杏ボーイズの真骨頂ではないでしょうか。何度も何度もライブに行ってます。震災後のスメルズライクバージンツアーも最高でした、もう10年近くもミネタさんの紡ぎ出す音楽から離れられずにいますという。確かにこのカバーの曲、ね、まあ、あの震災後こう、ね、ちょっとだけあのいわゆる東北地方でライブをやったんですけど、うんうん、僕ライブいっぱいやってほしいですよ本当はね、うん、銀杏ボーイズ。でその時やっぱこの17歳って特別な歌にもなってて、うん、やっぱ誰もいない海って、うん、やっぱあの震災以降そうか違う意味に聞こえてたっていうのは象徴かもしれないよね、うん、だからそういうのってあるね。カバーっていうかその当時歌ってたのとまた違う、うん、意味合いになっちゃうっていうのはちょいちょいあるんですよね。あ、これはちょっとバックでかけてみましょう。イントロ太郎さん、うん、大の歌にこんばんは、初めてメールさせていただきます。私の好きなカバー曲は昨年リリースされた山下達郎さんのベストアルバムに収録されている、うん、キンキキッズのガラスの少年です。これはねあの特典 CD のような、はあそうなんだ、ついてないバージョンもあるんです。俺ついてないの買っちゃったんですよ。あらー、慌ててもう一回買ったから僕山下達郎のベスト2つ持ってるんですよ俺本当にだからあれか セルフカバーっていうのそういうの違うか、ね、セルフカバーですね。だから自分でやったって、うんうん、この曲の作曲者でもある山下達郎さんが KinKiKids のデモテープ用に収録したものなんですが、その当時まだ10代の KinKiKids のために作った曲なのに達郎さんが歌うとまるで違う曲のように聞こえます、うん、ツヤっぽいというか間違いなく10代には出せない色気があります。オケが同じ分1曲で2度美味しい素敵なカバーです。だけどそれをまた KinKiKids 流の色気に転化してるのすごい話だね。すごいよね、あの少年性がね。ちょっと聞いてみますか、これちょっとどんな感じですか、ちょっと、ね、うん、これはデモテープなんですか。これがすごいレベルだね。完成度半端ないやっぱり仕事きっちりしないとくれる人。昔山下達郎6人全山下達郎のコスプレして遊園地行ったね。行ったね。あれなんかでパクられてたね。あ、そうだ、ね、あ、なんかのライブで。あ、違う違う、パクられてたね。かぶったかぶった。騎士団がやってた。あれなあ、悔しかったな。最近やりたかったのな。雨が踊る場所達郎節ですよ。めちゃめちゃいいっすね。だったら3人で撮ってほしいんだよね。うわこっちはこっちで大人の色気満載だよね。そうでしょ。指にいやデモテープの音じゃないでしょこれ。でもすごいよ、デモテープですよ。さ、こうネタ合わせみたいなもんですよ。デモテープ言ったらね、ネタ合わせで超面白いじゃんこれ、このネタって感じだよね。あ、ここ決めね。これあのジャニー北川さんから100万枚売る曲を作ってくれって言われたとか書いてましたね、インタビューで。大変なプレッシャーで作ったらしいですよ。もうミリオン狙うための曲だよね。もう華々しいデビューを。ジャニーさんもすごいリアクション、リクエストするね、そういうの。まあね、それぐらいやっぱキンキキズ満を持してたんだろうね。そういうことか。すごいですよ。まあ、大地さんもね、カバーといえば、うん、あの近藤正彦さんのモノマネ、あれはね片岡鶴太郎さんがやってたモノマネのカバーですもんね。そうですよ、あれはリスペクトがありますからね。いつか宣材写真が本当こういう書道家な感じよね。鶴太郎さんのね、はいはい、いいですよあれ、あれで、ね、あれはいい、かっこいいよね。ラジオネーム怪盗ルーパー、尾崎豊さんのカバーアルバムグリーンに入ってる岡村康之さんの太陽の辺、完全に岡村節炸裂のこの曲が好きです。若い頃2人は親交があったそうです、ね、そうそうだよね、あのキッカー高校の尾崎豊さんと岡村康之さんでじゃんけんするんだよね、六本木の交差点で、はいはいはい、で
吉川晃司さんが勝つと、飲みに行くんですよ、うん、で岡村ちゃんが勝つと、ディスコに行く。ディスコで尾崎豊さんが勝つとナンパに行くっていう、はいはい、なんかいい話やだよね。それも3人ともあんま友達がいなかったっていうのがいいですよね。そういうみんなつるんでたっていう、そう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 、なかなかね3人とも実は背がでかいですからねあれは好きな餃子は水餃子。およ大谷さん、キャバクラ王さん、こんばんは。誰がキャバクラ王？僕の好きなカバー曲は小袋のトワニとともにをカバーした陣内智則さんです、うん、初めて披露した時から離婚の匂いがプンプンしてたので大いに笑わせていただきましたっていうとんでもないですよ、我々の先輩ですからね。そうですよ、本当にもうでもあれ恥ずかしかったろうね。なんかテレビで言ってたけど、あの曲が小袋さんのライブでイントロ流れるとちょっとふわっとした空気になるらしいよあれと一緒だ、あの岩崎宏美さんの、あれね、シンデレラハネムーン、シンデレラハネムーン、あのコロッケさんの顔がどうしても出てくるから、そうそうそう、でなんかもうお客様ファーって笑っちゃうって言って、もうイントロだったら、うん、テレレレって歌ってる時もずっと笑いが止まらないんだって、シンデレラハネムーンのいつしゃくれんだろうみたいな、あの顔があるから、そうそうそう、だから岩崎宏美さんも今やってないんだよね。やってないんだよ、シンデレラハネムーンって今コロッケさんのもんなんだよね。コロッケさんにもうあれをもうコロッケにあげるって言ったらしいいい話だね、いい話なのかな二人はシンデレラハネムーン、あんなしゃっくり出ないんだからいいじゃないですか、カバー盛り上がってきてますね。そう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 、まだまだメールお待ちしております。ちなみにですね、うん、5月8日リースのカバー、堂本剛さんのこちらのカバーもございますけどですね、はい、うん、今日はですね、ちょっとカバー問題で一番最近ホットなんですけど、はい、倖田來未先生、倖田來未先生が先生がね、なんか問題になったっていうか、ちょっとその原曲ファンからえってなったってことでしょ。まあまあまあ、まあ、でもこれがね、ちょっとアルバム持ってきてもらっていいですか。まあこれ要するに小沢健二さんのラブリーが、はいはいはい、まあ当時マキタスポーツ君とかすごいうまいこと書いてて、うん、まあ原宿にあるコンドーム屋の歌になってどうあのどう色彩感覚がね、 PV の色彩、あごめんごめん、歌詞カードが欲しいんだ、ごめんなさい、あの色彩感覚がどうもそういう感じだみたいなこと書いてて、はいはいはい、なるほどと。本当はちょっとね、原宿まで行く前のあの渋谷のね、そうするとほら昔そういうね、小沢健二の世界好きだったりとかちょっとね、うん、文句言ったりとかしてる、僕意外に聞いたらですね、うん、いいじゃんと思ったんですよ。いい仕上がりはすげえいい感じだと思ったんですよ。あの MVP とかは分かんないですけど、うんうんうん、いいですね僕はやっぱり原宿飲食もしますけど、うん、やっぱどうしてもこう喋ると、うん、あいつが出てくるんです、あの倖田來未のモノマネやってるあの、はいはい、あの女の、あの芸人いるんですよ。なにわにやっぱ飛びますけどね。そうだね、どうしてもなんか南をカッポしてるイメージもあるよねちょっとあのグリコ前あたりをねグリコの看板のそう派手なね、派手な、分かりやすいカニはカニみたいな感じのね。ああでもシェイクヒップとかもやってんですよ、ね、だけど、うん、あれですよ、だってあの歌は我が命とかやってんですよ、これ美空ひばりさんですよ、ね、でもともと言うと美空ひばりさんの歌は我が命をカバーするって、その恐れ多いとかって普通思わないのかなと思うと、うん、まあ、そこがすごいんだから。でも確かにそうかもしれない、あ歌いたいから歌ってんですよみたいな、うん、どういうことなんだってことでしょ。ええやん、めっちゃええ歌やんみたいなことがやっぱすごいんだろうなと思って。今友近が真似する藤原のりかさん、いや僕ねこのカバーは意外全然好きですね、うん、それこそエレファントカシマシなんて大谷さん大好きじゃん。はいはいはい、ほんで今宵の月のようにとかもやってるけど、その言ったらさ、好きだっていうのが分かればいいけどさ、そう見えないっていう人もいるわけでしょ多分。でもさ、そんな大事なことかなと思うんですよ。ああなるほどね。その曲の世界観を完全に理解した上でやってると、許せるとか許せないとかって、そもそも許せる許せないじゃなくて、このどう、さっきも言ったけど、その要するにさ、美空ひばりさんのそういう曲、ね、要するにさ、歌は若いのじゃ、もう要するにもうアイデンティティ、はいはい、
もうのことじゃないですか、それって。美空ひばりさんと言ったらアティチュードじゃないですか、昔で言うところのパンクロックで言うところのアティチュード、アティチュードのある歌をこうわざと選んでそれを屈託もできるっていうのは、それは逆に言えばシンガーとしての業に基づいてる強引さのような気がするんですよ。なるほど、いいから私の歌を聴きやがれっていう感じがして、僕は意外に嫌いじゃないんですよ、そういう人が。はい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 、分かるんです。だから、うん、あ、すげえうまい例えだなと思ったんですよ、本当にその原宿のコンドームやったなっていう時に、うんうんうん、でも原宿のコンドームで流れても流れるって音楽必要じゃんって思っちゃうタイプだから、ね、それが小沢健じゃなくてもいいじゃんって言われたら、うん、いやそれはいろんな解釈があるかもしれないけど、うん、だったらもう別に聞かなくてもいいんじゃないかなと思ったけどなと思ったけどね、うんうんうん、だって簡単だからね、これを悪く言うのは。確かにね、そう言ってね、うん、そういうアーティストに対して、うん、ね、それ言ったら俺が嫌なのは、うん、最近もすげえあったツイッターでちょっと絡んであげたんだけど、うん、最近ことにねちょっと思うことがあって、バカリズム君のアイコンにしてる子だったんだけど、うん、そういう、まあ、俺がやってるそのラジオみたいなのでやっぱり、うん、こいつはラジオ分かったふりしてるから嫌いだみたいなこと俺書かれたから、うん、そうだぜ俺分かってんだよすげえだろみたいなことを、うん、逆に返したのね、それエゴサーチして、はい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 、そしたらまあその向こうはなんか、あのラジオが好きなのは分かりました、だからこれからパワポに見ますみたいな、それがちょっとうまく返して、あ、それで俺いいなと思った。要するに人ってさ、うん、悪口とか言っててもアタッチメントしたらさ、うん、向こうは言葉選んでくる、はい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 、でそこにコミュニケーションができて、 それが他者にとって何が楽しいものになる、うん、俺はそれが今ってそういう時代のような気がするんだ。だから会いに行った方がいいし、できれば顔見た方がいいし、うん、会話した方がいいなっていう風に俺考え方変わってきてて、うんうんうん、はいはいはい、でさらになんで俺がそこに対してちょっとなんでこういうちょっと軽く触れたくなったかっていうと、うん、俺が嫌なのはさ、その要はそのバカリズムさんのアイコンをしてるから自分もバカリズムと同じ笑いのセンスがあると思い込んでる、その傲慢な、いやお前さほど面白くねえよ、例えばオーチのこと、オーチってやっぱ俺よりフォロワーが5倍ぐらいあるから、うん、そのオーチに絡んでくるやついるじゃん、うんうん、でそいつ絡んできたアホみたいなつぶやきしてるやつを俺戻ったたどっていくわ、こうやってたどっていくわじゃん、しょうもないつぶやきしてるの毎日、まあまあ確かに確かに、全部のタレントにちょっとなんか喧嘩売ってて、いや寂しすぎるぜってそれがそいつにとっての愛に言ってることだとしたら、いやーと思っちゃって、そいつのツイッターの使い方がそれだからな、それってもう絡んできてリツイートされたら本人はやった反応してくれた、俺のジャブ当たったと思ってるんだけど、その分お前のツイートめっちゃ見られて、うーわ引くみたいな感じで思われてることってちょっとねと俺は思うけどね、だから相手を卑下して足を引っ張って何かがこう成し得るみたいなことって確かに簡単なのよ、超できるから、もうそういうこともうやめませんみたいな、いや感じが俺にはあったりするんだよね。まあ別にその意見を言うのは全然いいと思うんだけど、どん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 来てくれたらそれはそれでいいけどね、いやそれはいいけど別に、なんだけど、いやとにかくじゃあ普段からじゃあお前そういう人に見られてんのかっていうさ、これちなみにあの離れ組のラブリー明日発売です、明日発売5月22日、全く違いますけどね、5月22日、ちょっとソウルフルじゃないですか、いいですね。逆にこれは絞ってる感じだね、でもドガンボみたいな、ね、でもすっごい跳ねますよね、ドクタージョンみたいな感じですね、あれはガンボスタイルみたいな、はい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 、すごいですね、こういう解釈、ラブリー一つにとってもいろんな角度から見れるわけだよね、いやでもそれはどっちが好きかってそれは違うと思いますよ、ジャクソン・バイブのバージョンかっこいいですけどね、あーラブリーね、あーラブリー、あれももろにバンドさんですもんね、ジャクソン・バイブですよね、ジャクソン・バイブ、あー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 、ウイスキーがお好きでしょ、いいんですよこれが、あーはー、離れ組さんも収録曲がすごくセンスよくて、セップン・キスとかですね、オリジナルラブですけど、中央線ザ・ブンとかもそうですけどね、こちらもチェックしてください、明日発売でございます、離れ組タレソ・カレソでございます、 DJ タイノジー